久しぶりだ、ええ、夏が何かいつの間にか過ぎて月に1回ってそんなもんだな思わないとなまあそうですねいつの間にか本当に寒くなったりしてるの,か <laughs> あの夏から秋ってどうした変わり方早いんだろうな、はい、早いですね確かにもうなんか肌寒いですもんねあのほらよくお彼岸とか言うじゃないお盆で過ぎてさでいつの間にか肌寒くなってさタオルってケットから文句になるじゃないあれを俺は秋だとするようにしたよ今年から。 今年からですか、ずいぶん遅いですね、47年間生きてきて、今年から秋は毛布を使うようになったら、自分の心を秋にしようと思ってまた詩人になったら言うこと違いますね、なんだその詩人になったら、殴るだこの間もおととい、3日前か、ポエムの会、2回目やったんだけど、やっぱりでもあれだな、人に何か新しいこと進めちゃだめな どういうことですかそれ俺は年ぐらい前から訪問販売でもやってんですか訪問んまじゃねえよそんなもんよそれは昔だよそれやってたんじゃないですかそれでやっぱり初めてさほら1年ぐらい前からじゃあ俺も詞を書くよと書いてってみんなに勧めただろお前らに詩を書くって言われてみんながね書き始めただろいやいやでもやってで行仁さん会をやるようになったじゃないですか他の若手の芸人も集めてそうそしたら思ったのが もうほとんど抜かれ始めてるなもうやっぱり進めるもんじゃないな巻き込まなければ巻き込まなければやっぱり一人で独立してやるもんだな一人で目立てばよかったとで次がちょっと習字でも始めようかなとはいいあのお稽古事じゃないんですから雪男さんいやいやややっぱり塩やるって決めたら塩やってくださいよそんなねやっつまみ食いしちゃダメですよ塩を書くので自分で文章を書いてて一つ思うようになったのが字が汚かったりってダメだな やっぱ書道っていうのもやっていくのはそれ何かこうエンターテインメント的にはなるなっていうのを考え始めた、うん。まあまああのねみんなの前でパフォーマンス的に書くやつとかありますからそう,そういうのでもネタの中であったらもしかしたら面白いかもしれないです。まあなんかちょっとまあお笑いクグりになっちゃいますけど、うん、ネタの中で初動。いや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  <laughs> 俺僕が作る能力もうないから。<laughs> あでも面白いかもしれないですね。うん だけど今も番組だかあれだけどわかんないけどさほら今もねライブやっててこの前にお客さん五人でやったけどんあ、お客さんですどうぞどうぞもうちょっと座ってくださいライブの方は終わっちゃったんですけど終わっちゃったライブの方はライブの方は終わっちゃったんですよごめんね大丈夫あれいくつ6歳六歳待って小学校入ってないんだあか年長だ いいい時だこから楽しね頑張ってや、ライブに来ていただける予定だったんですけど、ライブが終わっちゃいまして、ちょっとラジオをやってるもうちょうど、1時間楽しんでってね、いやいやそんな、そんな、こんないいですよ、1時間もいなくて、5分ぐらいで大丈夫です、その辺でさ、今、話戻すけどさ、やっぱりそういうパフォーマンス的な部分ってさ、そういうのあるじゃない、習字とかさ。 ちょっと誰もやってないいとこついたんだからさ芸,能芸人でやってなかったじゃん、うん、あの詩を読んでってコントはあるじゃん全部もうオーソドックスな本気で詩を書こうってうのでさやっぱりそれをさやってたらやっぱ抜かれるな、うん、みんな才能あるわ。 そういうのそんなことないです。いさっきの良かったですよ。速聴で読んだ詩が。この間もやったんだけどシャッフルして即興で読むと、あのお客さんからお題をいただいて、まあ根ズチみたいなもんだよね、謎かけみたいな。まあ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 そうですね。だけどやっぱりそれが詩になってないとある程度のでやっぱりさっと落ち作らないといけないのが、お笑いどころ落ち着くの苦手だけど詩だと作れるんだよな。いやいや詩は落ちはいらないじゃないですか。いやいややっぱりその言葉の落ちってあるじゃないですか。な。ケツですね。ケだけどあの詩っていうのはじ あの日本一の人に聞いたんだけどな詩人っていうのがいるんだけど詩人君ってのに、はい、そしたらそういつに聞いたらやっぱりきれいな言葉でこう落とさないとお客さんに響かないじゃんって歌でもそうじゃない結局お笑いみたいにさ天丼だなんだでもう一回かけたりとかさなくてもやっぱりそういう言葉をささっと浮かべなかったらいけないっていうのでやっぱり言われたのがさであと響く言葉にワンセクションその言葉のさオピニオン的なのが響かないといけないんだって言ってさ言ってたよそ,れそういうことだ <laughs> そういうことだっていや全然落ちてないですようん <laughs> <って S 2> そういうことでさ、まあはい、え久しぶりに2人で話してますけど、ええはい、今月なんですけどゲストの方来ていただいてましたどういうことですかいや今までミュージシャンの方とか俺げにもちょこちょこちょこさんがもう毎回毎回ねあの怪しい人をどんな番組だお前一応流れてこれ見れるんだから失礼だろお前よ <laughs> 何が偉そうに怪しい人ってお前 <laughs> <laughs> まあ、そんな、ね、いやいや本当に、私も怪しいなと思ってるんです。<laughs> 友人でも。自分が思ってんじゃないですか <laughs> す。今日は怪しい人じゃないですか。あるんですね、この後番組、私らで、もあのー、私ら第4の土曜日、池時、はい、ラジオやってるじゃないですか。ね、はい、この後の番組の方で。方、はい サッカー番組の方。なんです。サッカー番組、はい。サッカーかっつって。いやいや、雪尾さんサッカー全然分かんないじゃないですか。俺はカズファンだろうよ。いやいやいや誰でもそうで。カズフダン誰できるよ。俺ゴンだってファンだよ。いやいやいそんな、誰でも知ってますあとジーコも。ジーコ。古すぎますよ、年代が。あと、マラドーナ。マラドーナ。神の手とか知ってるか、お前。知ってますけど、誰でも知ってるような人じゃが誰でもだよ。俺、 ホークスのあれだよ J2 のファンだよ、うん、ファンだよ、ね、<laughs> ファンだよって俺だってもう柏だもんな柏レーソーじゃないですかね <laughs> 柏だったらレーソーじゃないですかところなんで水戸なんですか <laughs> 全然違います、ね、あれ違うんだよ <laughs> 俺のなおふくろのとこが土浦なんで実家がほ、はいでプリマハムなんだよ、うんああ、あの、プリマハムなんよ、元が母体が、うん、でそこのばあちゃん家の裏っかんがプリマハムの工場だったんだよ このから応援してんだからみっと柏もあれだけどねレースを見に行ったけど柏割れのハスタジアムにさまあいいやそういうことでゲストの方お呼びしてますんでよろしくお願いしますどうぞまはいよろしくお願いしますどうぞこんにちはこんばんはこんばんはどうぞ自己紹介の方よろしくお願いはいよろしいですかはいすみませんはいえとこのあとのですね ええ二十二時からええ第二第四土曜日で放送してますフットボールエキスパートというえ番組をやらせていただいてますで MC のえなりまさひろと申しますよろしくお願いします。ますなんかこうやってやるとなんか記者会見みたいですねちょっと緊張しますねすなんか,かはい,ういはいどうぞあすいません,んはいあの同じくフットボールエキスパートはいアシスタントをやっております永野和則ですよろしくお願いします。 サッカーに詳しいってことは、サッカーをやられてたんですか。ええー、サッカーはですね、はい、あのー、中学校の時に部活でちょこっとやってましたけども、えー、基本的には野球選手だったので、えー、<laughs> はい。サッカー自体はそんなにプレーはしたことないです。でもサッカー詳しくなっちゃったと。そうですね、はい。それどういった経緯で。ええとですね、まあ結構友達にですね、サッカー選手が多くて。はい、どどれがいらっしゃるんですか。あえー、と今先ほど。 お話でましたけど、水戸に巻いて、今は町田ゼルビアっていうところにいるんですけど、遠藤圭介っていう選手とか。町田はジェスリーです。あ、今 J3 ですね。そうですよね。はい。あ、こ詳しいだろ俺。さっと出るだろ台本。台本ないですからね。たまたまじゃなくて、打ち合わせしてないよ。あ、丸投げだもん。だって、やっていいから、つって、うちは、つって、終わりだもん、びっくりしてもん顔がそう、びっくりしました。だって、いいだろ、その本が下手にガッチなんかやったって。どうせ、この番組6人しか見てないんだから。客とかあんないんだから。 まああいいいいいいやそそののでででで選手ととととかか友達高校時代ももどこだだったんんすすす千千葉葉うじゃな野野球球強ね部松本監督は教え子なんだ。そうです 詳しいですね詳しいよ野球はめちゃくちゃ詳しいですオービリニのね、優勝のメンバーだもんねそうですはい松本監督とあの監督はねあのあっちから東京の方から来てね経済で息子さんがほら早稲田行ってね入ってるけどはい息子さんが2校上の先輩ですねあれ次男坊。いやいやもう野球次男は1個下になります1個下体になりますあなぐさんすいませんなぐさんもはい僕もサッカーは全然あのやったことないですねやったことないはい。 だけど詳しいんですかやっぱり全然もうえないさんについて一生懸命毎週勉強してるんですけどまあ自分もねでも名刺にんかフットボールエキスパートみたいな書いてありましたあのそれ名刺はね作らないいないんですけどおかしいじゃないですかそれあれだあの何サッカーの番組がないからサッカーの番組やれば番組的にいいからってので始めたんじゃないですかいやあのもう本当にサッカー好きでもうほんに J1 から JFL 地域リーグとかも結構好きなので。 それぐらいの知識持ってたんで前、アスリート応援番組「スすジじ」ていう番組をやらせてもらってたんですけどそちらの方でサッカー特集を個人的にやったんですよそしたら結構、人気というか評価いただいて視聴者の方からメールいただいたりしたのでで僕たち雪男さんの高校野球なのにずっと聞いてるんですけど誰も見てくれなかったです。よかか誰もななったあのの時 たぶううんたまたま見ていただいた方がいたみたいで<ー>ちょうど津営元金沢っていう今、ッは上がったチームの、うん、知ってるんですか、はい、はいっ知ってるよよ、うん、俺結構詳しいよサッカー 昇格、うん、2年ぐらいの時しかやってないけどプレイヤーとしては JFL だと今、地域リーグで J3 までなったじゃないですか、はい、これ聞きたいんですけど、はい、JFL っていうのは、はい、J3 だとスタジアムとかのも規定があるんですよね、はい、JFL だと、はい、僕らが作っても参入できます JFL もあの規定はあります。 じゃあその下の地域リーグあるじゃんはできます僕らこれ作ればチームを参入できますできますよしサッカーやろう来月からやりすぎです手広げすぎでもう何でも広げよ参加します参加しますやめましょうそういうことはぜひやってください乗らないでくださいでも変な言い方これは漫画的な発想だけど例えばあの地域リーグで僕らが作るとするじゃないですか雪男チームとか言ってこれで勝ち上がっていけば天皇杯に 決かと一律船橋がね1回3回戦までほら行ってどっか J1 とね引き分けて PK かなんかで勝った時にあの時会った時にやっぱりこれ奇跡だっつって高校生が J1 と引き分けてカレン・ロバートの頃そうですね。確かにそうですそうマうそ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 れ。天皇杯みんなで目指そうぜうそ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 そう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 そそう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  韓国の K リーグていうのも結構ね、いいんでしょ、位置的に。J リーグよりり上やっぱアジアチャンピオンズリーグで戦うと、やっぱり K リーグのチームの方が勝ってますよね、今でも中国もすごいですよね、お金あって、集めて、人だって岡田監督、行ってた時期あったもんね、中国にってましたね。でもなんか、もっと長くいるようなこと言ってて、結構すぐ帰ってきちゃいましたね、やっぱだめなんですかね、いやいや、まあいづらかったんだと思いますよね、そこはあるでしょうね、やっぱ。 やっぱその辺がやっぱり文化の違いみたいなのがあってあの日本人のようにやっぱりこう勤勉じゃないようなところとかあったのかもしれないですね俺なんか合いそうだけどね勤勉じゃないから <laughs> <laughs> 一週間あの上海と台湾さあの,あの北京仕事で行った時にここ俺なんか昔住んでたような気がしたもん <laughs> 上海の裏町<に>、うん、この人こう見えてミス上海と付き合ってましたから、うん、あそうなんですか、えー 懐かしいなもう遠い夢の世界なのなそれな言っちゃっていいんですか私ないですよもプライベートなあんですか何にもない肖像権も何もない芸人ですから気にしないでください後で怒りますけどねバっつってまあその辺なんですけどサッカーの番組やろうとしてどういう形で番組の方例えば毎週のその結果とかいろんな情報出してるんですかえっとですね 皆さんが知らないような内容っていうのをメインにしてやってるんですけど例えば JFL の仕組み先ほども出ましたけど、はい、JFL の仕組みが。 多分皆さんどうなっているのかって分からないという方がいらっしゃるのでちょっと教えてください JFL の仕組みっていうのは大体 J1J2J3 っていうのは規定があるじゃないですか、はい、何万人収容とか資本金がいくらって、はい、スタジアムがこのぐらいでとか、はい、ちゃんと母体的にしっかりしてるとかあるじゃないですか、はい、であれっていうのは J3 でも一応プロの形ですよねそうですね、はい、プロ選手ですよね、うん、サッカーのだけど JFL ってあのサッカー県とか そうですね、流通経済大とか、はい、昔、国士舘大が参入したとあったじゃないですか、はい、あれと今も同じなんでですすかやっぱりそうですね今基本的に昔とは変わってはいないんですけども、企業チームがほぼメインの、うん、まあ社会人のいわばあのトップリーグというか、うんうん、そういうのが JFL の立場位置だったんですけども、うん、まあ今は J3 とかが始まったりしてますので、うんうん、その上に上がりたいっていう人たちのための。うんうん リーグでもあるということで上に上がりたい JFL から J3 に上がりたいチームは、えっと、3つぐらいあの条件があって一、はい、つは,、はいつはえっと、100年構想クラブっていうのに入らないといけないんですがそれとあと観客動員が常に、うんえー、2000人以上。JFL もあるんですかはい 常に人あの平均で2000人入ってるっていう1年間の到達をお聞きしたいんですけど、そ,はい、その2000人入ってるっていうので、はいまあの、確実にそれは集計的に出すじゃないですか、プロ野球でもでも、はい、観客数の。はい、それっていうのはあの、まあ、ただでもいいわけですか、入ってればいいんですか まだ JFL の段階だでも2000人ってきついですよ、ね、結構厳しいですね地域ち地域あの田舎のクラブっていうのが結構最近多くて、うん、まあそういう田舎から活性化して J リーグに上がっていこうっていうチームが今結構多いので2000人って結構何気に僕らもライバルじゃないですか。はい 100人だと入ってるなってで100人のところで2000っつったらそ,れをその日に例えば水曜日とか土曜日とかじゃないですか日曜でもいいですよ祝日とかあのシェルバーウェイクで呼ぶとなったらな俺考えるんだったらあれだね AKB の,のコンサートの前に客なんか引っ張るとかするしかないよねやるとかだいたい京都さん2000人もいたら多分帰ると思いますよビビ、うん、るよ <laughs> いや俺一人でなんか嫌だよ司会も何でもやるのも。<laughs> 2000人なんか <laughs> でも1回ね、俺ね、なんかの営業で行ったとき、どっかのね、工場の行ったときに、ね、3000人いますって言われて、あの広いのよ、グランドが、はい、本当に後ろの声聞こえないからね、マイク。ね、何やってんだか分かんないっていうのがの、まあ、が前のね、200人ぐらい分かんの、2800人とか3000人は、何やってるか分かんないで終わっちゃうんだから、やっぱり。はい、見えないっていうのがありますよね。の四方八方八囲んでの、はい スタジでも2000サッカーはきっちり数えるんですよね、何人まで、それで昔の野球とか昔のサッカーは適当にね、毎回満員でしたもんね大体5万かなとかね、きっちり数えるってって、やっぱりチケットを出すからでしょ、そうでね。は一応、チケット販売してまして、その試合ごとに例えば学生無料で入りますとか、女性は無料ですとか、ユニフォーム着てきた人は無料ですとか、そういうイベントも結構やってるんですけども。 で何その例えば上がりたい J3 に上がりたいチームっていうのは2000人を常に集めなくちゃいけない年間だって JFL って結構試合あるでしょで年間ありますね、はい30試合ぐらいあるそうですね、J、前期後期でさ両方で30かとかってことは6万人集めなくちゃいけないんだ2000人かける30で、はい、1>, 1回6万人集めたからそれで終わりじゃないんでしょまあそうですね平均的に入ってるっていうのが条件1年間通して、しはい、これきついなあ。 組織的にそれ企業チームで、そうですね。なかなかだって入らないですよね。まあそれだけやっぱり営業努力っていうかね大変だと思いますね。やっぱり魅力ある、うん、やっぱチームを作っていかないといけないので。ちなみに JFL は今何チームぐらいあるんですか。今は十三ですかね。十三。はい。 J1J2J3 があって JFL <3 S 2> に 13, フレーに13はいでその下がさっき言った地域リーグでトーナメントの例えば千葉の大会とかやってて、はい、それで勝ち上がって天皇杯のあれとか出れるわけで,で,、ねはい、で JFL の場合はその半何つらいいのかなその昔のアマチュアノンプロみたいなもんそうです、ね、働きながら例えば企業名出さないけどどっかの会社がそれ持っててチームを何、はい、とかっていうので。 名前をつけててそれでやってるわけですねすねホンダ f c さんとかだったらホンダの社員として働いて夜サッカーやるとか昼サッカーやるとかで結局彼ら的にもやっぱ J3 に上がりたいからその2000人っていうのを取ってるわけですそうですねでもホンダ f c さんの場合はもうなんか企業としてあるので上に目指そうとはしてないそういうチームもあるそういうチームもありますね今その辺がちょっと混在してるところがありましてアマチュアの最高峰として あのプロには行かないというスタンスのチームもありますし J3、J2、うん、J1 まで目指していこうというあの今治のようなチームにもありますけど、うん、まずは JFL を通って J3 というチームもあるのでその辺が今後、住み分けというのは徐々に進んでいくと思います。うん、がるののあるんですかそ規定に、あのー しててあと JFL の中で4位以内に入らないといけないんです順位的にあとその観客動員とあと地域のグラランドグランドが集客数だよねあれはホームグラウンドと練習場がしっかりあるっていうところがクリアするとで成績がクリアできると J3 に上がれます1位から4位までっていうのありますで例えばそれ上がって最後まで J1 のトップリーグまで目指すっていうのであるけど例えば あれでしょ海外イタリアとかセリアとか B とか C とか、はい、あれっていうのと一番多いところってどのぐらいの海外だとその A とか C とかあるじゃない<ー>どこでも、はい、イングランドとかでも、はい、日本なんか J3 作ってちょっと多いんじゃないって話が出るときあるじゃない5ブリぐらいありますよねあるよね、はい、ドイツは12あるらしいです はい、で12っていうのは、その12までの12位のとこあるじゃない、はい、一応、サッカー選手なんて名乗っていいわけ、プロ。名乗っていいと思うんですけども、うん、多分お金は発生してないと思うんですいや俺らと一緒か、じゃん笑い芸人、<laughs> 結局、俺今、思っちゃったよ、俺,俺ら、何名乗ってれば、詩 <laughs> 人だとか、いきなり、何名乗って、いや、俺俳優だからよとか、ででかドラマ出たら、夢がありまして、だから、言えるんですね、うん、サッカー選手だって、別に。だけど、J3 の方は言えるでしょ、それが。<laughs> いやいや、J3 のプロ契約になってれば、プロと言えると思いますけれども。 ない人もいるんですかいますいはね J3 は結構 JFL とあまり変わらないというか JFL にむしろお金がもらってない選手とかだってカズさんは J2 だからあそこはプロでしょ全員この前ゴン中山さんは J3 ですかねあれが JFL です今度上がるんでしょ沼津も一応あの。 ライセンスはこの間取れたんですけども、うん、あの成績が今達してないので、うん、このままあと4試合ですかね、うん、4試合で<メ>もっと上に上がっていかないとだけど、はい、ゴンさん入って、まあ、リハビリがてらっていうのもあるだろうけど、はい、入って J3 とかになったら。 これは盛り上がるよだって。で J2 まで行って勝つゴンの対決なんつったら、もう夢のような対決だよプロ野球でいったらマスターズリーグみたいなもんだよね。それちょっとバカに過ぎですよ。まだ現役ですか？あ、そっかそっか。元気か。あれあ、そっかマスターズリーグはあそう。ハリモさんが一回アウトになってもう一回やるんですよ。そうなんです。どうですよ。あ、でもマスターズリーグだとあれお金取ってさお金払ってるわけだから。まあ払ってます。選手に。 お客さんからでやっぱり興行としてはさ、それすごいことだもんね、プロとしては。人気ありますから僕らもね、大根の選手を見たいっていうのもありますよね、ゴルフだとね、すごくシニアとか、アメリカではレギュラーツアーのあの選手よりも賞金のあるいは高かったりとかね。だってあの人の夢が、巨人のさ原監督の夢が、シニアツアーに参戦して回りたいって、めちゃめちゃあの人、うまいよね。本当に野球選手 引退しか目指た人いますねさんと一あの人はほらシニアじゃない方やっちゃったけど原監督はだってサッカー選手磯貝でしたっけああそうだやったよねガンバのガンバの天才と呼ばれたていきなりねゴルフを目指すというすごいですよねあれもそうですねなでしこでもそういう選手が過去にいましたね野田選手とかね天内の方ジャンボ大崎さんなんか西鉄ライオンズのね1位のねそれも甲子園の優勝ピッチャー生の方なのそれがゴルフ行って。 あそこの兄弟なんかみんなね野球でドラフトかかってても舘雄さんとかでもね行かないでゴルフの世界行ってるわけだからさやっぱ、はい、ああそうですねヤクルトにねドラフト,、ねね、トされて結局それを蹴ってでも行ってるわけだからゴルフの世界に、ね、やっぱりねいろいろででもなかなか変な話ですけどこれサッカーと野球の,あの両方やる人って出てこないですねそうですね。 プレイヤーとしてはで出てこないですあのアメリカだとメジャーリーグとアメフトのボージャクソンみたいな今までいるじゃないですかディオンサンダース詳しいですねアメリカ留学してたんでもプライムタイムディオンサンダースねかっこよかったですよねあれですよワードシリーズ終わってでヘリが迎えに来てそのまま試合いくんでしょすごいですよねだからそういう形もあるしあの例えば。 NBA はバスケットのはないけどがね野球を2営ぐらいまでやったけど最近だとマグデディ選手が独立リーグ挑戦ししまたね NBA 解雇されて日本は野球だけやっちゃったりサッカーだけやっちゃうと学生時代にそれ以上ってないじゃないですかそやり方が学校教育がシーズン制じゃないので1年間野球部は発球を追い続けるというシステムが本当は別な。 競技に素質がある、ね、にもかかわらずね,ね、あのー、ずっと野球で補欠で終わってしまうとかそういうケースもあるかもしれないので、うん、まあそのシーズン性の、うん、まあメリットデメリットあると思うんですけども。 行仁さんがおっしゃったような野球とサッカー両方のねなんかすごいのが,が出たら楽しいですよねだ,だってあの大谷選手日本ハムの、はい、二刀流二刀流けど、はい、野球は二刀流ですからねそんな三刀流であって普通はあんなねプロで例えば DH があって、はい、例えば9番が打たなくていいなんていうのを長い間40年とか野球でやっちゃってて、はい、それが面白いとかでで二刀流だからってあの結局9番で ねセねホームラン打っていいわけだから、はい、打席回ってきたらで大谷選手の場合はそれを休んだ日をやるっていうから騒いだけど、はい、できるだろう若いうちならそれ打てる打てない抜きだよある程度の素質がある人間は、ねうん、だからそんなに騒ぐことでもなくて二刀流ってのはサッカーの選手目指すとかさシーズン終わってラグビーやるとかさ、ね、ゴルフやるとかさそれ あんな野球で二刀流騒いでる時にどう思いますかなんてみんな何コメント求められて真剣に言ってんだろうと思ったのがみんなだって投げて打ってたわけじゃん子供の時そうそうそうさんと一緒ですよ芸人やって詩人やってそうだよリリ俳優までやってんだろ <laughs> サントリーだろお前パーソナリティやってんだろ司会やって。<laughs> えー なんでも金になるやりゃいいんだよそれ。金になってないです。上があそっか。さっきの俺 JFL だったら俺やっと今日気が付いたこいや。まあその辺だけどまあねサッの話になったんですけど野球も二人とも詳しいっていうので。そうですね。もちろん。はい。まあ野球まあ野球はエナリんはねアメリカでずっとプロやられてましたええ。独立リーグいたの？はい。一応はい。メジャーにはいないでしょ。メジャーないし。メジャーにはリーグにいたんですか？すごいよ。 先ほど話は出ましたけども、もしかしてあのクロマティがやってたベアサムライベアですか？あそれではないです。いろいろでも独立リーグもありますもんね、はいろいろありますね。はい、はい、あれではないんですけども。うんはい アメサムライサンディエゴっていうチームがあるんですけどサンディエゴにもサムライいたんですかはいそのチームに1年間いまし日本人サムライってぐらいだから日本人選手が主体で日本人半分外国人半分っていうチームですねいや聞きたいんですけどどんな経緯で言ってたんですか千葉経済で大学行ったんですか大学ははいどこなんですか大学ではでも野球やってなくてですねゴールドジムベースボールっていう筋肉マンが集まるジムあるじゃないですかこの間『アメトーク』でもやってたあのチームの方に入らせてもらって ててそこであのずっと試合に出させてもらってたんですけれどもまあそのチームの先輩がですねオーストラリアでやってる方がいらっしゃいましてはじめオーストラリア行ったんですよ懐かしいですね懐かしいねあの代表で来たのはオーストラリアも結構野球野球盛んですもんねそうですねあそこプロリーグ昔からありますもんねでその紹介ではじめアメリカあーオーストラリアに行かしてもらったんですけれどもまあそれでオーストラリアで一年間やりましてで次どうするか って考えた時に、ちょっと一回日本の独立に入ろうかなと思ったんですけども。はい、まそれもちょっと、いろいろあってなくなってしまって。で、そのまた、違う先輩が、アメリカで仕事してる先輩がいまして。お前、あの来いよみたいな感じで。簡単に入るものなんですか。いや、それで、動画とか、そういうのいろいろ送って。テストみたいな。はい、それで、まあ、オッケーをもらって。行きましょう。にポジションはどうですか。はショートです。ショート、ショート。 でどのぐらい出たの？一年間で。あ、アメリカではえっとですね、半分以上は出てましたね。途中まあ大不振になっちゃって、途中の試合なんか途中から出るっていうのもあったんですけども、基本的にはほとんどスタメンで出させていただいてはいたんですけど。いね。経験です。ちなみにそのリーグは何チームぐらいあるんですか？そのチームはですね、二十チームぐらいありますね。結構遠征が多かったりとかもするので。全米各地にあるんですか？そうですね。結構遠いところも。 行ったたりはししまけどいや違うよ、独立リーグってアメリカの俺調べたときにどのぐらいあんだろうと思ったら西さんが行ったときあったじゃん。いろいろだから今の日本の独立リーグみたいに四国があったりとか今、東北とか BC リーグがあったりとか同じだよね、だから広いから俺らも分かんないところの地域がいっぱいあってさそのー域にいたときに誰か有名な選手いました。えっと コーチの方が、うん、あのー、第一回 WBC の日本代表で土上げ投手だった大塚さんっていう、うん、パドレス、えー、パドレスモ、はい、あそうか、あのシナノンの監督がやられた。あそうです、はい。ね、大塚さんがコーチて。最後あのね、うん、あの。

だけどそうういの好きなのよ、子供の時から調べるの分かるよ、分かります、すごい好きですよ、分かるよ、寝る前にさ、選手名館を子供の時にやっぱ枕元で読んで、いつの間にか寝てて、夢の中でなんか出てきたりするもんね、それが愛読書が、そう愛読書、都さんこの話で盛り上がったのは、あなたが初めて、これ危ない光景ですよ、いや、でも本当楽しいですよね、毎年あっても来月から雪けラジオも 出させていただいて、レギュラー出演どうですか、終わった後に、新嫁面とか言われるかもしれないいや、最初、2か月ぐらいですよ、私、いい人なの、3か月目でいなら、お前、詞書けよとか、もう、何やってんだよとかって、無茶ぶりで言ってんの、いや、英語で書いてきていいからベースボールポエム。 発揮を追うからでさいやいや日本語じゃないですかもういや浮かばないよそんなホワイトボールかじゃあ。まんいいやそれでもあれですねそれベースボールでいいんですよなかなか今たくさんいらっしゃるじゃないですか行ってる方あはい。あれって本気で目指す人いるでしょはいあのねねねごろさんだったっけねれさんねれいさんかはい あの人 3A まで行ってイチローさんより先にメジャーの選手の一歩手前まで行った人、はいね、全くその日本じゃ無名だけどあの人の生き様ってすごいよね。すすごいででね去年、うん、去年一昨し,したっけやっと引退されてねれゆうじさんね。かっこいいよね。 法政大学ですよね、日大藤沢を中退してなんですよね、あの方、法政大で。で、プロ規定が引っかかっちゃって、法政大の時にちょっとね、なんか揉めたとか、それで 3A まで行ってね、一郎さんが行く時にね、あの方が行って、一歩手前までメジャー行ってて、だから、あの人が行ってたら、野手では日本人初だったんだよね、万が一。ああののの人人侍アーズだって 旧歴ってさ毎年チームがほとんどだからそうですね。うん、あのイタリアも行ってましたしね。っ,っけあのよく言うじゃんあのあっちでなんとかお前英語得意だろほらト,トラベラトラベトラベリングの人な何つったいの,のバックパッカーですか。あ,あれリポシャをあメジャーの言葉でなんか言うじゃないですか <laughs> ワンカップオブザコーヒーみたいなほらなんか。<laughs> なまあ、まあ、まあ、いいや、もうわかんない。飲んでるんじゃなかった、番組だった。お前と話したら、俺飲んでるような考えだと、ちょっとお前、事情を聞けよとか。そうだと、忘れてた、番組だったんだ。話もなかったググりますか。ね、飲みますから、だめですよ、飲んで。ググりますから。グりますか。ググりますか。飲みますか。だめだよ。って言うので。居酒屋になっちゃって。最後、もういいよ、お宅の番組までやっちゃうなんつって。終わっちゃうんだから、それ。やりますか。そのまま出て。そこにね、ビールも。それ。<laughs> まあ、でもね。 逆に独立リーグだったらあれじゃないですかめっちゃくちゃ有名な例えばですけど、うん、あのめもう某大物選手がちょっと調子悪くて解雇されて、まあ、調整がてら来たりとかもあったんアメリカの時はなかったですね、うん、メジャーから落ちてきた選手がいたっていうのなんか一人いたみたいですけど、うんはい、ちょっと名前聞いても分からなかったので。うん、はい アメリカじゃなくてオーストラリアの時には、はい、それこそさっきのディ,ディンゴさんディンゴでもう相手にいましたね、はい、あとトーマスっていう前日ハムにいたピッチャーの人とかあとクデソン、はい、クデソンと対戦しましたね。 やっぱりオーストラリアの例えばプロリーグってあれはどのぐらいですか変な言い方になっちゃうけどレベル的にそうですね日本の独立リーグぐらいですかねやっぱりそうですねでも結構いますからねメジャーでオーストラリア出身のそうですねこの間ヤクルトに入った選手もそうですね独立リーグがあの方なんかだから結局日本に夢を求めてきたわけですよね日本にも夢あったんですねやっぱアメリカンドリームだけじゃなくてだって今日本なんか夢だらけじゃんまあまあまあ 確かにそのスポーツ界もそうっすよねいろいろ結構盛り上がってますもんねフランコが帰ってきたり監督がそうそうそうごいですよねだってローズだっているわけでしょ今独立にフランコのね岩村選手もやってますしそうだ監督やってんだよねとんでもないよね一昔前だったら本当に懐かしいね外国人選手いますしねまた日本でこう 人と旗あげようという,う若手の、ね、選手もたくさんいるんでだから、若手の選手はやっぱりそういうあなたが例えばアメリカ行ったみたいな事情で来たりして日本でプレーして、はいはい、もちろん日本の、ね、プロリーグになろうとか、はい、もう一回,、うんはい、回アメリカ戻ってメジャーリーグ目指そうっていう、はい、その期間でやっぱ来るんだよ、ね、そうですがね。 来てさ首が痛転とかすぐ帰ってついたじゃ阪神とかグリーンブルーが髪の毛だとかあれ完全に昔あれ前イだっただから俺ね思うのがあのいや,、ね、いやいやじゃ思うのがね <laughs> 俺 <laughs> 激論しちゃうけどイガーなんかね行って散々ヤンキーそっこだったの何十億も僕が。 今まで歴史でどれだけ日本が金を踏んだくられたか訳わかんねえの来てすごいバリバリだとか言って何にもしないでひどいよあいつ近鉄のなんかタイマスって書いたやついたじゃないかとんでもないやつばっかり呼び上がってさほいで。 お金持ってる時に外貨ある時にバンバンさ持ってっちゃってさ、はい、武士とかと一緒だあいつらさ <laughs> ふざけやがってさな <laughs> な政治的な陰謀はないと思います、ね、あれはもう以外でブーブー言ってるじゃん <laughs>、はい、そうです、ね、10年でこの何だ20年の間で一番腹が立つなビジネスですからねも何言ってんだよこっちだってビジネスやって <laughs> 散々騙されてんだからギブビミビチョコレートすりゃいいんだよこっちだってよ俺言っちゃうぞお前、まあ、よ勝手に売り込んでさっきらの話じゃないけど <laughs> まあでも日本人選手は全体的に見たら多分有料な人が多いんじゃないですか <laughs> やっぱりあっちとしてもそういうとこ思ってるよね田中選手にしてもヤンキースの、はい、高校野球見てすごい驚くって言います、ね、もう守備のレベルは本当世界一、ね、細かいとこに向こうのスカートが着てこの間ほら、あのー、18歳にやってたじゃない、はい、あれテレビ中継もあったじゃない、はい、アメリカと決勝とかやったけどさアメリカの選手なんかさ日本のコーチを怒るような投げ方ばっかだもんな1718で,、ね、でさ逆。逆にまとまとって,って、はい ままとまりすぎててな,なんでその、ね、日本の高校生はみんな同じ打ち方をしてるんだってこの前あのメジャーのスカウトの人がだってしょうがない体がないんだもんさでもだその人が言うには柳田見てちょっと感動した柳田ちょっと規格外じゃないですかスイングとかも<ー>日本人にないような彼も例えば失礼な言い方になっちゃうけどそのエリートコースを 子供の時からシニアからリトルとかから、はい、歩いてきたらどっかでやっぱ直されちゃうんだろうね。うん、彼なんかどこだっけ広島経済大学のね。はい、そうなん聞いたこともなかったもん彼出てくるまでさ失礼だけど、はいはい、俺のライオグランデ大学日本語みたいなもんだろは <laughs>、まあ、4年生の大学で中退3年でつぶれてんだよ。こ <laughs> のっすからねごかった日本語なんどこにあるんでしたっけあの 千鳥町 <laughs> すごいね4年生の大学で3年で潰れちゃって <laughs> 迷惑です、ね、迷惑だよ俺なんか2年で中退してよかったなって言ってたんだから3年で潰れた最終学歴倒産だからねとんでもない学校だよそれネタなんだけどこれさ,さ、はい、まあいいけどさ、はい、だけど本当だよねその作られちゃってるっていう感じがさ、はい、だからサッカーの選手でもあるんだと思うよやっぱり見るとサッカー詳しい人がさ、うんはい、だからラグビーがさこの間勝ったじゃな、ね、いち,、ね、ちょっと話ちょっと変わるけど。はいはい ラグビー勝ったっていうけど半分日本人じゃなかったじゃないまあまあまあそうですったらあれなんですキャプテンも外国人の方ですだからまあいいんだよそれは、日本が愛があって3年以上さ在籍しててくれたらっていうので昔のだからサッカーのアメリカ代表みたいなもんそうそうそうサッカーのアメリカ代表インドの移民インドからの人とかいっぱいやってましたからまあだけどああいう形もさ例えばサッカーはちょっとね規定がない 代表のあ、はい、すごく国籍取らないとは、はい、ラムスさんでもそうだけどそういう形があるけどさままた揉めてすすよね撤廃するかかどうかだから今回見ちゃったからさ、はい、ラグビーで、うん、徐々になるかもしれないですね今どうしてもやっぱイギリスが勝ちたいがためにそういうルールになってるん,、ねうん、なってんだ他の国もやってるんですか、はい がラグビーボード、フィファというか、ラグビーの組織がですね、サッカーはだめなんですねサッカー、もう昔はもうちょっと緩やかだったみたいなんですけれども、やっぱりだん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 やってる国が増えてきて、やっぱり参加国が FIFA に増えて、かなり規定が厳しくなりまして、昔は国籍を変えて3回ぐらい国際大会出るででききたたよねねそね。今逆にチャンんです何がね。 海外に行って違う国のラグビーカンボジア代表と結構戦争しです。いや、サッカー無理だよ。ラグビーも無理だよ。<laughs> もうだって無理だよ。2分 <laughs> 走ったら倒れちゃうもん <laughs> サッカー、ラグビーはダメだよ。いやいやあれ、五郎丸選手ですよ。蹴るだけでいいんですよ。スーパーサブ。 キッか俺、サッカー苦手だからなって言ってた蹴りか、しとけるぐらいだったからな、<laughs> 若いときそのぐらいしか蹴りできないけど、もう長渕キックになっちゃうから、だめだもん、今の、まあ、いいんだけど、はい、その辺でやっぱり、じゃあ、サッカーはそこまで緩くないんですか、国籍っていうか、だから、やっぱりそれだけワールドカップっていうのが成り立ってんでしょうね、世界中、サッカーは、ね、どこの国でもプロリーグがあって、すごいからで、ラグビーってやっぱり、野球に近いもん、少ないもん。 少ないですけど、うん、でも、結構なイベントですよね。もちろんそれはさ。だから、そのワールドカップ。こんなに緩いのでで結構あれすすよねだって日本半分や、今までは日本もそれをしてなかったんだよね。はい、3大会ぐらい前まで平尾さんとかやってた頃は。まあまあ、で、プロジェクト作ったんだから、小学生からもう幼稚園生ぐらいからラグビーをやらして、そのプロジェクト作って、日本人にはちょっともうやっぱ勝てないわ、体がと。これは無理だよ 森森森さささんんん主主導導ででで似てまますす、ね、す怒られますよ元総理ただの,あの,あの暴言を吐くおじゃいじゃないんですからあの人は元総理なんですからだけど結局体っていうのはこれどのスポーツも難しいですよねさっきもメジャーリーグで確かにラグビーはねコンタクトがあるスポーツなのでうどうしてもやっぱサイズの。 問題は大きいと思いますね、だからサッカーに比べるとジャイアントキーリングっていうか、アップセットが起きにくいスポーツと言われている中で、この間の歴史的な南アフリカの勝利は本当に快挙だったと思い,ますいや俺は、はい、あのあと負けて、しゅんとしたりとか、なんかみんな、やっぱりだめじゃないかっていうけど、うん、あれだけ例えば勝っただけだって、今回はう上出来だし、うんね、歴史的な、南アフリカなんかもう、一面でしょ、新聞で全部。うんはい ももう大統領死んん悲ししででるわけょ今国がそれはすごいことなんだからやっぱりそっちを上げないと日本はさ次にちょっとネガティブなことが多いですよねだかダメなんで詞書いたりしないといけないんだよ人間を声を大にして言わないとそういうこといやだけど体の差って野球もサッカーもそういう全部やっぱりそれないスポーツをやろうと思って日本は例えばお家芸だったら柔道だってもう取れないじゃんレスリングとかバレーボールだって昔は。 東洋のだだようちは勝てないんから強いけどだけどそれがみんなソ連だとかが入ってきちゃったらもう勝てなくなっちゃうわけだから体触れないだからそういうスポーツだなタッチされないで体の差なしとかのそういうのを目指さないとこれからインディアカとかそういう新しいカバティとかさカカカバババィィィいうそういうのをメジャーテレビで作って番組。 朝のカバティとかややっっててみんなでいいですね C ウェーブでねこれで世界のさ日本の国っ言ったらカバティみたいなさ新しいのやらないとやっぱり競技人口増やしてセパタクロセパタクいでもセパタクロも無理だろうねでも人だコンタクトスポーツじゃないのでまだ強いのでバドミントンだって無理でしょだって卓球だって難しいもんコンタクトあ一番いいのはゴルフなのか自分だから。 でもゴルフは体がやっぱねあれやっぱりあれなんだってねこの間やってたけどんとか X 型とかいろいろ人間の体ってあるんだって血液とか筋肉のほいでやっぱりアフリカの人とかボルトさんとかあの辺っていうのはすごいんだって日本人じゃないような筋肉背筋とかんかもうだから足とかもうどんな俺らが鍛えてもだめなんだってさ勝てないっていうかスピードとか持久力とかもうだからあれですよ サニー・ブラウン選手みたいにやっぱり海外のお嫁さんもらしかないですそうそうそうハイブリッドにしてハイブリッドママインブリードさせてがケバーマンみたいに4分の3でね4分の3でだけどハンマー投げのほら村越さんもハーフだもんねそうですよね。考えたらダルビッシュもハーフだもんね考えたらそうだよね今いっぱいいるねあのあと男の子はほら 100m の高校生で。 あの子桐生ですかあサニブラウンか。サニブラウンか。今言ったじゃないですか。じゃじゃお声と間違えて。お声も。お声。野球の。ですごっちゃになっちゃった俺、お声あれが。お声くん、なんかね、いいよね。いいよね。すごい早いですよね。陸上やらせたらいいってことですかいやいや、野球で。陸上もいいと思うけどね。ある程度まで行くだろうね、陸上でもあれだけ会えと。誘われただろうけどね、陸上も。でもな、陸上お金なんねえかな。 うまくやんないとボルト選手ぐらいも言ったらあれですよねあなたボルト選手ってあの人類でもう大目指入る速さだからね <laughs>、まあ、今までのそうですねそれだってもう <laughs> 俺だってマキアラ巨人で4番5年ぐらい打てる可能性があるじゃん体がよかったりとかそういうさ確か君だってなヤクルトでな池山さんいるもなそうそうそういや体的にそれあるけどさ陸上で歴史的に5本入るっつったらさ それルーズベルト大統領とかと同じだからねい歴史的に言ったら評価がそうそうそう <laughs> アインシュタインとかさそういう歴史 <laughs> ボルトさんなんかそうだよカール・ルイス・ボルトだよ この何十年でカール・ルイスって言ったらみんなさ世界中がおおってなるじゃんちなみに南流山のベン・ジョンソンって呼ばれてますけどドーピングかよそれは早かったなだけどそのぐらいだからさやっぱ難しいよスポーツで難を上げるっていうのはあなたなんかね千葉経済でやってて思うでしょやっぱ名門校でやって甲子園出てベストを行くようなとこでレギュラーだったわけですか 三一年生のベストフ行ったんですけど、うん、今、はい、その先輩の時は全然出てないです、うん。当たり前だよなレ三年生の時はまあちょくちょくははい。だけどそれでも。 すごいよいやいや独立リーグでやることじゃめちゃめちゃすごいです俺なんかは白陵校の野球部だったんであそうなんですか俺のとこ2回春夏出てんだけど厨問7年ぐらい前そうですね俺らの時は野球部に6人しかいなくてよあそうなんですかでサッカー部とか借りてきてやって審判に注意されんの県大会の1回戦であそうなんですかなんで君は挑発なのとかってみんなツルツルなのにこっちはって僕サッカー部ですって呆れてたもんやっぱさあそうなんですかそれから17年たって春夏鴨原さんが来て 春出て夏ベスト8だよ。 だよ清水の時ですよねの早稲田の左で JR 東日本のその前が鳥谷部さんだったごめんごめん時間なくなってきたあの次の番組の番組がまたまた今度ゆっくりありがとうございますまた来月もねじゃまた来月もって番組的に私らもいいんですけどリスナーが怒るねいやリスナーいないですから大丈夫ですでも6人いらっしゃる6人で7人ぐらいになったと思います逆にこういう話 してくれって言うと思うんで。そういうことで、あのもういつから始められたんですか。ええとですね、番組始まったのは7月です。7、8、9、10、はい、9、3ヶ月。3ヶ月目ですね。じゃあ今日が6本目ぐらいですか。じ今日が第8回目ですか。あじゃあじゃあじゃだんだんもう慣れてきた頃で。そうですね。はい。で今日のあれですか、なんかサッカー的な情報ってあります？一番の。今日の情報ですか。今日の J リーグとか。今、はい。今日はそうですね。サッカー選手がなんか。 例えば誰かと結婚したとかそういうのでもいい。今日結婚のニュース出てないですよね。出てない。サッカーはなしですか。サッカーまあ今日はあのソガハタがやらかしたっていうぐらいですかね。何やった。あのアントラーズのはいあのまさかのパンキャッチミスはいで浦和が勝ったと。ああ今日土曜日で試合あるんですか。試合ありましたね。はい J1 の方が。J1 の方がはい。 じゃあそういう形で、情報をこの後はい10時からお伝えするんですが、はえっは五輪世代ということで、次のリオオリンピックに向けて、この間、J3 の町田ゼルビアと試合やった模様などを入れながら、私たちでキーマンになる選手は誰だろうかとか、この選手を選んだ方がいいんじゃないかとか、今の監督が全然だめだみたいなこと言った試合ですか。そそううでですすはい 誰か今、例えば、はい、あのう、えなりさんで。はい、こいつは一応知ってただ、僕がやった大声選手じゃないけど、まあ、はい、清宮君みたいな。そう、あの、武蔵です、ね。うん、えー、だから、か鈴木武蔵、はい、高校生で。すごいって、その、これはすごいやつになるよと、昔の中田さんみたいな。あ今の、そうですね。名前教えてください。ね、まあ、ユースで言えば、今、個人的には、えっ、ー、と。あのー、酒井選手っていう、大分トリニータに。 いる選手がいるんですけど、まだ十八歳ですかね。<ー>はい。うん、その選手はなかなかあのいい選手だなと思ってますけども。相方ってバテースいますよね。あの誰だっけなこの前。 僕新聞でパッと見たんです。中谷製、中谷製いっぱいいるんだよ。中谷製。下町のダルビッシュみたいなもんなんだよ、もう名前。すぐなんとかかんとかってつけちゃうんですよね。そう、足立校にもいたじゃん、下町のダルビッシュ。あ吉本。うん、吉本。ソフトバンク行った。はい。ソフトバンクだよね。ソフで育成になっちゃいましたよね。あ育成になっちゃったんですか。はい。難しいな、でもね。プロ入るだけだってすごいもんだ。そうですよ。 なんだ俺らがゴールデンで出るようなもんなんだからプロ入るっ <laughs> だってそうだろ、えー、周り見ましたこれだけ俺ら芸人知っててだよゴールデンに出て例えば1回2回目ってそれがみんな10年自慢なんだからさ、うんま、だろゴールデン出るってだってたまにはあこれ知らないのいるなってのあるじゃない番組見てて毎回なんか出れないんだからさでしょそれと一緒だ、はい、プロ入るってうのはそうです、ね、プロ野球に独立臨があって、ね、だからその辺で。 育成だってそれ残れるっていうのはねすういよそれはそういう形で今日この後とフットボール番組のフットボールエキスパート2人でお伝えしてきますんで毎月第2第4の土曜日ですまた暇の時にうちの番組遊びに来てください時間はいぜひまた呼んでください勝手に来ていいですから出してもいいですか分かったご飯あげるからっていやいやうちそうだもんねはいねオーンドアシステムですから出たい人は出てくれていいんで 私が喋りたいことでうるさかったらうるせえよってなるだけでしゅんとするだけで心が <laughs> あとは、ね、もう知らないうちに詩を読まされて読めよなお前もっ,つってって、まあ、脅しみたいな番組ですけどね今日の、ね、いい雪解けになったんじゃないですか次の番組とあそこだけは出たくないよって帰り二人で、ね、いや全然すごく楽しかったですで、ね、本当に でもさ、はい、考えようによるとやっぱり台本なしで喋るのはきついよねそれね50分はねあ、でも意外ともうこんな時間なんだっていう感じだった、うん、まあ俺のマジックだなそれがさすがですねっていうか喋らせないだけだからな <laughs> 俺が喋るだけでまあでもまたこの後もそうですけど、はい、私らもライ第四。<え> 土曜日また来月月ですね私、もう一個番組やってる方水曜日の第4、第5の「ゆきおとか週曜のラジオ」今月は第5がありまして水曜30時なんですけど BB ごろ来ますんで二人でゆっくりいろいろ話そうかなと思いましただけですかいやこれだナッキーさんっていう芸人さん出てもらった時はことわざとか持ってきてもらっていろいろそういう話をしたんですけど今回は五郎さんと二人でいろいろ話そうと。 ある人の悪口言おうかなとかそういうかっぱバけですけどねまあそういうことでしてまた来月この時間にお会いしましょうね今回ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまい、ありがとうございます頑張りがとう来月の放送。 うん、二十四日ですかね。で、はい、その前に、先週お笑いライブの方が、思案からありますんで。のんからありますんで、よろしくお願いします。うんね、皆様方ね、もう寒くなってきましたんで、風邪など引かないように。<laughs> 私と共にね、頑張って生きて。はい、きましょう。有機だけラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。